寂しい時は寂しいってなぜ隠さないで、あなたの前ではっきり言えなかったのでしょう。強い女だと会うたびにあなた思ったはず。仕事に追われ振り回されて帰った夜、一人の部屋で泣きたくなってうつむいてた。無理をするなよと電話してくれた嬉しい方は、もう少し歩きたい、最終の新幹線まで。いつも心の支えが必要な時はあなたに語りかけ生きてる。離れて住んでる、それだけが愛をつなぎ止めているの。教えて欲しくて、はっきり返事くれないことが返事なのよ。会社を辞めて結婚してく友達から、冷やかされてから心配になった。そんなものかな、駆け足の週末のベルが鳴ってる。いつか信じてる愛を、信じてる道で待てなくなる時が来るから、私を誰にも渡したりしない。私を誰にも渡した。